どうしますか。おお、じゃあ洗浄機が1個ね。この切るやつですか。切るやつ 2個あるんだけど。はい。あの1台パクられたんですか。いや、わからん。2台あるうちの1台で貸し出す人はあの予定表に入れるんだけど、はい、入ってないもんで、だから持ってっとるかわからん。はい、おお、そうなんですか。うん。もう必ずそこには書くことになってるんですね。書くことになってる。書かんかったらもう、禁止になる。え？禁止になるで、みんなそれやらんはずなんだけど。はい。で、今日見たら、貸した人だらもう使っとらんのだね。はい。なのにないんで。結構ガチ深刻なやつですか。あ、そう、本当だ。あ、すいません。なんか僕ちょっと本当だ、これやばいっす。これ、え？でも いくらぐらいするんですか、これ。これ3000円ぐらいする。高いっすよ。これなんかボーンダウンでちょっと高い。あ、そうなんですか。うん、あ、じゃあ売ると売るとって言ってもそんな売れんと思うよ。あ、そうなんですか。案外結局まあ女性の中古なんでね、ペンキ屋ぐらいとか使う人ぐらいしか買わんと思う。はい、なかなか中古にみんな買わんと思うよ、これ。こんな、あ、そうなんですか。新品で買うと思うよ。え、誰か書き忘れかパクられたかってことですか。じゃあまあそれどっちかだね。書き忘れても誰か持ってっとんならいいんだけど、はい、それがパチられたかもしれんね。でもこれなんか結構頑丈じゃないですか。この頑丈なんだね。頑丈っていうかセキュリティ高いですよね。セキュリティが高いもんで、はい、あのセコムカード持ってるやつと、はい、カードの番号知っとるやつ、あ、番号知っとるやつしか入れんもんで、はい、あの多分外部の連中は入れない。あ、入れんよな。そうですよね。一回でもこう泥棒入ってますよね、そういえば。え、ここ嘘だよ。マジっす。去年の冬ぐらいですかね。あれは冗談だろ。いや、ガチっす、ガチっす。セコム来て、警察も。あ、俺本物の泥棒じゃないでしょ。あ、泥棒っす。マジで。はい。じゃ何も盗まずに。あ、盗まずにかとは言ってましたけど。盗んでくるのもないでしょ。でもこれ重いんすか。重いで。じゃあ、一人じゃ無理。あ、まあ、無理ぐらいでも、タイヤついとんで転がるんだ。あー、そういうことっすか。で、ポンって持ち上げて乗せれば、はい、あ、もう、はい、バイバーイなんか。他なんかなくなったものしかないですか。ない。はないですか。ない。本体だけ。本体だけ。いや、書き忘れじゃないですかね。はいはい、本体だ。あ、ホースはいくらでもあるもんで、はい、持ってっとるかも出てないかわからん。ホースの数は数え取らんで。ああ、そういうことですか。ホースはいくらでもあるもんで。これ ちょっとちなみに社長知ってるんですか。知っとらんねえがや。俺今気づいたの。俺今気づいたもんで。はい。気づいとらんのじゃない。それ社長のめったに来ないで。いっていいっすか社長。いや、今上だったらガチ怒られるんだよ。え、それ管理してるのは誰なんですか。その管理、洗浄機管理してるのはあの使うやつだ。あー、使うやつだね。ガンも毎回毎回書いてってことですね。もうあの使わない人はもう関係ないもんで。はい、使う人。誰結構いるじゃないですか。そのあのレジェンド兄弟とか。いや、多分ね、買っとるんじゃない。もう、あ、買ってるんですか。みんながみんなこれ使ってるわけじゃないんだ。はい、今使ってるのは俺とレジェンドなんだ、はい、レジェンドってレジェンド浜野さんですか。あ、そうそうそう。え、もうだってその2人だったら怪しいの寺岸さんですよ。なんで俺だった。おかしいだろ。いや、俺レジェンド浜野さんはしないです、そういうこと。え、社長に言った方がいいです、絶対。でもな。でもな、いやでもこれあれですよ、僕撮ってますもん。のそのうちバレますよ。こういうこと早いうちに言っといた方がいいです。いや、俺が怒られるみたいだから。それよかったですね。念のためカメラ回してきて。いや、回すなよお前。洗浄できねえや俺。いつ洗浄なんですか。あ、明日だって。え、明日なんですか。明日。いや、社長に言った方がいいです、絶対。こういうことはもう報告、ほうれん草が大事です。ほうれん草やだなお前。どうせ見ることになりますよ、社長。でも 見とるだろうな、動画。まあそんなでもなんか、まあでも泥棒の可能性もありますもんね。泥棒の可能性もあるんだけど、入れん。もうこれセンサーと、はい、これを知っとるのは内部の人間しかいないんで。マーシュはやめたやつ。ちょっとん、で電話しましょう。電話、はい、電話する。はい、もういいよ。いいんすか、もう心の準備できてます。めっちゃ、俺…怒ったらマジで帰る、帰る。僕はもう、真っ先に帰ります。ああ。寺木さん…真っ先に帰る。寺木さんの足折って歩けなくて、僕はもう帰りますもん。あるんだ。この人、犯人ですって紙貼って逃げます。お前、なっちゃったお前。いいっすか、間違いますよ。まあ、でも、まあいいや、いいや、いいや。
いや、やっぱ行った方がいいです、こういうの、マジで、まあ、いや、黙ってるのが一番嫌いなんで社長あ、お疲れ様です、伊藤です。うん、それあ、今ちょっと寺岸さんといて、うん、ちょっと寺岸さんが電話変わってほしいって、なんかあの寺岸さん携帯なくて今、うん、で、ちょっと寺岸さんに変わります。うん、あ、もしもし、スピーカーさん、あ、お疲れ様です。あ、大丈夫、洗浄機は1個消えてます。いや、2台あるうちの1台しかなくて、予定表に変えてないっすよね、誰が持ってたか。どういうこと？誰が持ってっとんじゃないの？いや、誰か持ってっとんなら変えてあるんですよ。かさっき見たら変えてなくて、で、ないもんで。いや、本当にないですよ。そのセコも入ってるの、絶対それないでしょ。セコも入ってるの、盗まれとるとか。そう、そうですね。誰が持ってるの？盗まれとるですね。誰が使ったか、誰が持ってっとるかちょっとわからないんで、誰も持ってってなかったらやられてますね。貸出書書書いてるだろ。貸出書書書いてないですよ。ん？書いてないですよ。そうだ。いや、マジですね。だってお前会社にあるでしょ、セコムなんか誰も持ってないだろ。会社にしかないだろ。会社にしかない。で、誰か持っとりゃ自分でピッて行けますのに、セコムカード持っとるやつは。セコムカードは持ってるっすね。あ、いないですか。いや、ほら、前辞めたやつとかが持ってるか。いや、前辞めたやつは返しとると思うんですけど、セコムカード。いや、わかるもんな。いや、事務所に管理しよう、事務所に聞いて、もう一緒しようもさ、どうでもいいわ。あ、そうですか。どうでもいい。事務所に聞いてみ。あ、事務所ですね。うん。あ、わかりました、一回聞いてみます。うん、よろしく。あ、お願いします。てかあの感じ多分いないんですかね、事務所に社長。いねえんだろう。多分いないかもしれないです。いたすぐ飛んできますね。はあ、そんなわけねえだろって言って。まとれって言って。まとれって。まあ、こういう感じからすると、あんまり興味なさそうだったね。はい。大丈夫ですか。あ、大丈夫だよ。買えばいいだろ。そうですね。買えばいいんだよ。はい。あ、ありました。買えばいいっす。30万出したらもう一個来ましたよ。はい。っていう。そうですね。で、手で。で、手で行けば大丈夫です。あ、見つかったんですよ。30万でありました。軽い。軽い。だって言うだろ。お前、金いくらでも持っとるんだよ。まあ、確かに大丈夫です。大丈夫だよ。はい。まあ、また、進展があり次第、まあ、続き取っていくみたいな感じになるかもしれないですね。まあ、犯人が見つかるか、あの、洗浄機が見つかるか。何でもカメラ回しようか。どうすんだろう、お前。いや、あっ、いきなり行ったのなくて。ねえのもいいんだけど、あれおかしいな。こんなもんだって。お前は何、今日借りてたの。いや、今日借りていってないです。あ、で、明日借りてんの。あ、そうそう、借りたいです。なんで点検して。あれと思って、誰が持ってってるかなと思って。車だと分かるよな。しばらく、うん、そっから。山さんに電話したの。はい。出なかったです。出んの。はい。うわ、まずいぞ。俺行ったら見つけ。美味しそうだけど。なんか呼ばれて今までで一番速い速度で準備しましたね。あれおかしいな。俺撮影しようとは言ってないけど。いや、結構するだろ。ボンタイプだろ。あれ30万します。30万30万します。うそや。20万とかで買えんす。びっくりしました。耳が痛くなるんだよ。脳が痛くなるこっちは。30万30万します。あれ誰か持ってっとんだろう。だといいですけど、かけ忘れて持ってっとる。調査しよう。浜田さんです。浜田さんです。あ、ゼス。浜田さんですか。はい。なんか11日に高圧洗浄機買いましたよね。11日って17日。17日？5月17日。土曜日？先週？あ、月曜日ですね。月曜日、うん、使いましたよ。なんか高圧洗浄機が1台足りんらしいんですよ。え？高圧洗浄機が1台足りんらしいんですよ。足りない？いや、なんかどっか行ってもらったって言って。俺はちゃんと返したけど。まあ、そうっすわね。なんか今日寺岸が見たらないって言ってますよね。ええ、1台しかないってことですか。2台ありました、その時ありましたよ。あ、本当ですか。あ、わ、はい、かりました、すいません、またかけ直します。はい。浜野さんの時に会ったって言ってるんだもん。あ、その時会ったんですか。その次に借り取る。お前よりで、俺なんですか。今来たの。確認せよ、その回。いや、毎日ですか。どうする、カメラ回したらどうすんだ。俺怒れへんよ。
カメラ回っとったな。だけど、お前らのこともしょうがないけど、確認、まあ、とにかく見つけとこうよ。見つからなかったら、お前ら弁償しろ。弁償っすか？当たり前だよ、これ構わんぞ。え、いくらでも持っとるって言ってもらかった。まあ、いくらでも持っとるけど、そ無駄なもんじゃなくて、お客さんにせえな、別に俺でいいよ、30万。お客さんに必要だよな。それはお前の管理が行き動画で、まあ、1枚30万のやつでも、ね、もう1台でもらったんだろう。じゃあ1台で回しはいいよ別にお前らで。いや回らん、たまに買うなって言ったら、まあ、買うよ別に俺が買っていいんだよ、まあ、自分で使っとる人たちも持っとる人たちもんだから。あそうだろう、しかも買ったばっかだろあれ。いや買ったわけじゃないですね、綺麗な方が。あのいやもうどっちが綺麗かわからなくなってくらいです、うん、そんな古い古い買えたでしょ。ちょっと前1回買えたんですね、新品。最近そうそう、一年ぐらい前。買い取る。買い取る。一年ぐらい前。買った。たわけ。一年だったら新品だろお前、三十万円でお前このやろお前。一年ですよ。一年。一年だったらもう大物だろって。一年だったらもうお前買えよじゃん、三十万円じゃん。三十万さ、三十万。あ。でお前も月になってお前三四回五回ぐらいしか借りへんなもんね。ファンが悪いだろ、オール交換とかも全部本社ないところでわざわざね、これね、ちょかでやってんですよ。まあちょっと名前出ちゃうじゃないですけど。あ、モザイクでございます。あ、返却はどうですね、まあ、出費用があってこういう感じだな、まあ、これ名前とか入っちゃうかなけど、レンタル予約受け付けますと、返却は、うん、当日7時までと。どうしても7時まで返却ができない場合は次の使用者その旨を本社に連絡する。ここ調べりゃいいんだよな、まあ、調べるよ、その俺がいることじゃねえし。月末レンタルの1000円の回数業者、1000円取っとんねん、せこいって言われるかもしれんけど、あの、報道がないとかそういうもんだね、その最適限やで、こっちは。で、その代わり、事務とかも管理するしって、前決まったら、最初、並んで箇所だったから、まあ、ただ、くちゃくちゃしょっちゅう壊すもんね。ぶっ壊したもんで、じゃあ、1000円は取るぞって。せこいか、私は。これがビジネスマンちゅうもんじゃ。またコメントなんかあれそうだわ、せえとくとんなそれ別に儲けるためとくなんじゃないからね。しかしまあでもレンタルスは結構高いで、1000円取っとるもんで、お前盗まれたらお前会社で出すよってまあ確かにそうだな。でジムからも確認して、うん、そうそう、言ってお前らも半分社員だから、お前だってお前と俺で折半って言うじゃん、もう終わりになっちゃう。折半っすか。じゃあ俺支払いぐらい、あの車のやつに乗せしょ。顔が動画回っとるよって、もう反省してたんかよこれ。まあでもお前悪ねえもんな別にな。行ったらなかったもんね、一回確認したら。まあ調査入れろ、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 手投げ尻尾が覚えない。いや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 、締めていいか。はい、締めていいか。もうす足りたんかもね。はい、一歩なるか、一歩なります。通じなかったらお前らの責任だぞ。僕のせいですか。10万10万10万で足りないもんなもってお前して、お前え、じゃあ伸びたら15万15万で0万ですか。いや伸びたらです。とにかく見つけとけ。とにかくまず見つけるまで、まあ、現場で撮っても金支払う。うぅ、出てくるまで支払い止めるよ。俺見つけただけですよ、お前。支払い止めるな。アンチコメとか内緒関係に。え、ごめんごめん、俺が盗んだからね、なんかこれ。もうね、寺木さんですね、たぶん。まあ、なんでそんなの。最近出たわ、もう落ちてくれ。それか、本当にこの間飛んだやつは。あー。売れ、売れ、売れ。まあ、だけど、こんなもん売って売ったって、そういうもんだろ。まあまあ、ぐらいにはなるんですよ。同業者に売ればって結構高いかもしれないですけど。ああ、そういうことだな。とそれで、とそれでセリフ売ったらばあなったら買うかもしれないんだよな。まあ、出てくんちゃうの。借り取って、借りっぱなしとかじゃないの。借りっぱなしならいいですよ。それ調べとけよ、俺が帰ってくる前に。そのこちょ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 こそういうとこや、お前。だからお前、社員からお前クビになってまた下請けねえんだよ、ってそれちゃう、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 それちゃう。なんでこんな怒られるのが似合う男、一緒に。本当に、仲いいもんな、あいつら。一緒に。盗まれて。俺らもう、二人の時あるの。最後、締めとけよ。はい。社長いなくなっちゃいました。社長いなくなった。あんまり関与してないみたいなで、はい、まあ、見つかりゃいいってことね。そうですね。まあ多分誰か持ってっとると思うんだけど、でもレジェンドが持ってってないってなると、はい、ブリキ君とかですか。あいつらは書くわ、あちゃんと書くんで、
かかんや、かかんだね、多分ね、営業とか、あプランナー、はい、あっち系はかかない。あ、そうですか。うん、急遽使う、はい、使うときはそのまま持ってってそのまま普通に返しちゃう。まあ、それが持ってっとるの願うしかないね。そうですね。じゃなきゃ俺がやばい、見つけた俺がなんでこんなことになるのか。おかしくねえか。いやいや、おかしいですよ。だって僕もなんか自分も払うことになっちゃいました。どうなっとるんだこれ。あ、俺がパクったんだね、いいよ。俺見つけて報告したらお前のせいだ、お前だろって言うの。なんかおかしくねえかこれ。まあ、あれですね、動画出るときに犯人が分かってたら最後にテロップで入れときます。あ、そうだな。はい、簡単だよこれ、貴重な時間も。じゃあまた見てのお願いします。あ、じゃあ、まあ、また犯人が見つかったら、はい、言うと思うで、はい、また見たって。バイバイ。